んとですね、コンビニキャッチャーで10回でどれだけ取れるかっていうのをやっていこうと思います。こちらね、1台、2台と奥にあるので、こちらでどれだけ取れるかちょっと乱獲してみようかなって思います。はい、はい、それではですね、こちらまずこちらでだいぶ量を取りたいですね。このしんちゃんのボールペン、すごいなんか一気に 3,4 個取れそう。どうでしょうか。お、1個ですね。やっぱりですね、2回目はこちらのオラフをこっそり取りたいと思います。はい、この狙い目はですね、チェーンのところですね。はい、はい、これで全然取れまして、どう思いますか。あ、1個ですね。まさか取れてないやつ、途中で止まって店員さん呼ぶパターンです。はい、ですね、店員さんを呼んでも何もなくて、よく見たら取り出し口のすごい手前にありました。すいません、ご迷惑をおかけしました、申し訳ない。はい、ということでですね、オラフゲットしました。次はですね、ちょっとこっちで飽きてしまったので、お隣へ移りたいと思います。こちらですね、次筆箱狙います。このチョコビ入れたいですね。はい、ゲットです。こちらのペンケースですね、チョコビ入れたいと思います。女の子がいますね。はい、続いてちょっとね、小腹空いてしまったんで、あちら低カロリープルンとこんにゃくゼリーを取ります。狙いはリンゴ。ですね、こんにゃくゼリー、腹が減っては行くことはできるっていうことで、まずですね、こちらで腹ごしらえ、そして腹ごしらえをしたところで、デザートのアンパンマンチョコレート、これ2枚くらい欲しいですね。はい、おやつのアンパンマンチョコレートです。美味しそう。はい、では次お隣行きます。それではですね、まずこちらの水性インクなのにラップにかけるペン、素晴らしいですね。こちらを取りたいと思います。この、いいところは油性だとラップ溶けちゃうんですよね。けど水性だから溶けない。けど普通のペン、おにぎりを作ったので、それを入れるお弁当箱を使ります。赤色が好きなんで赤を使います。これにお弁当、おにぎりを詰め込んで、初のミスです。はい、ちょっとニコ撮りして調子乗りましたね。そうですね、ちょっと本当に調子乗りました。繊細なんじゃないかな。初心に帰って弁当箱を取ります。もうちょい上だと思います。すいません、ちょっとあと1回やりますね。もうちょい上っていうアドバイスをいただいたので、理想はお弁当箱の半分ぐらいの高さ。あ、そうなんですね。あ、でも取れた。はい、お弁当箱ゲットしました。これにおにぎりを詰め込んでいきます。はい、それでは最後1回ですね、こちらのコップを取ります。やっぱね、おにぎり食べて喉乾いちゃったらコップ必要なんで、やっぱりこちらもお揃いで。低すぎたのかな。はい、ということでコップをゲットしました。はい、ということで取った役を
あの絵を描いたりちょっとメモをしたりで、ね、大事なことを書いてあります。そしてピクニック行くのに一人じゃ寂しいんで、そのオラフを一緒に連れて行きます。で、次がチョコミのペン入れるためのこの筆箱、これディズニーの、頭の中に住んでるこのやつです。で、ピクニックの中ちょっと小腹空いたら、ぷるんとこんにゃくゼリーで腹ごしらえをします。お腹が落ち着いたところで、こちらのアンパンマンチョコレートでデザートをします。はいですね、お弁当を持っていくのに、このラップにかけるペンでお絵描きをしてテンションを上げます。ちなみにこれ黒と赤なんでピカチュウ描けますね。ピカチュウ描いたおにぎりをこのお弁当箱に入れます。ミニオン、かわいいな。おにぎりとともにこのミニオンのポップで水分補給です。完成しました。はい、今度行こうと思います。ということで、今日は終わりです。バイバーイ。やっほー、ちっこい後輩だよ。みんな動画どうだった？楽しかったかな？楽しかったらコメントとかいいねとかくれるとすごい嬉しい。嬉しくてすごい泣いちゃう。みんなコメントとかいいねとかいっぱい押してね。待ってるからね。待ってるからね。おすすめの動画もいっぱい見てね。バイバーイ。